チャンネル。投資信託も購入を検討しているけど、ファンドが多くてどの商品を選べばいいのかわからない、そんな方が多くいらっしゃると思います。今回は私たちが考える商品選びのポイントを3つお伝えいたします。商品選びのポイント1つ目は運用手法による分類です。運用手法の違いに着目すると、投資信託は大きく2つのタイプに分けられ、市場の指数に連動する運用成果を目指すインデックスファンドと、企業業績や株価の割安度を測って分析を行い、市場全体の値動きを上回る運用成果を目指すアクティブファンドがあります。シンプルで分かりやすい商品性を選ぶなら、インデックスファンドが選択肢となるのではないでしょうか。商品選びのポイント2つ目は運用コストです。運用利回りが同じファンドに投資した場合、運用コストが低いファンドの方がパフォーマンスは優位になります。商品選びのポイント3つ目は投資対象の分散です。特定の国や地域、通貨、資産に偏った投資を行うのではなく、様々な国や地域の投資資産を組み合わせることを考えていきましょう。どの投資信託を選べばいいかわからない方へ、まずはインデックスファンド、低コスト、分散投資、皆様ご自身のリスク許容度や目標とする投資成果、資産額に応じて商品選びの際にはこれら3つのポイントからご検討いただくことをお勧めします。当社 eMAXIS Slim シリーズは多くの投資家の方々からご支持をいただき、2020年9月末時点で純資産総額は5000億円超となっております。 eMAXIS Slim シリーズは様々な国や地域、資産への投資機会をご提供するため、これらのラインナップをご用意しています。加えて設定来より業界最低水準の運用コストを目指し続けることを掲げています。過去の実績を振り返ると、他社類似ファンドの状況を鑑みて、シリーズのうち一部のファンドにおいて複数回の信託報酬引き下げを実施してきました。そうは言っても eMAXIS Slim シリーズは商品が多くて選べない、手間なく投資を始めたい、分散投資って何をどう組み合わせればいいの、投資家の皆様からそんなお声をいただくことがあります。皆様ご自身のリスク許容度や目標とする投資成果、資産額に応じて商品選びの一例として、1、国・地域の分散、2、資産の分散をご提案したいと思います。1、国・地域の分散の一例として、 eMAXIS Slim 全世界株式オールカントリーでは、日本を含む先進国・新興国の株式等を主要投資対象としています。2、資産の分散の観点からは、eMAXIS Slim バランス8資産均等型が検討の対象となるのではないでしょうか。このファンドは日本、世界の株式、公社債およびリートの計8つの資産に均等に分散投資を行います。資産ごとの過去のリターンを見ると、8資産に分散投資を行った場合、リターンが平準化されています。他の資産との比較で最も高い、もしくは低いリターンとなるということを避けられますので、極端な値動きを避けたいという投資家の皆様にとって選択肢になるのではないでしょうか。上記のメリット・デメリットを踏まえて、ご自身のリスク許容度や目標とする投資成果、資産額に応じて自分に合った商品を選択することが大切です。商品選びの際には、今回お伝えしたポイントを踏まえつつ、eMAXIS Slim シリーズで投資デビューをしてみませんか。リスクや費用、留意事項については、画面を一時停止した上でご確認ください。